ディエゴデあルマグロディエゴデあルマグロはスペイン人のコンキスタドール。別名エルアデランタードまたはエルビエホとも呼ばれた。フランシスコ・ピサロの仲間だったが後にライバルとなった。スペインによるペルー征服に参加してヨーロッパ人として最初に地リを発見したことで知られる。ピサロの第一回目の遠征に組みし、 新世界での沿岸部の現地人との戦いで左目を失った。1525年、ペルー征服のため、パナマでピサロ兄弟とパナマのサイエルナンド・デルケと協定を締結した。ディエゴ・デ・アルマグロは、彼の名前が由来する現在のシウダれある県、アルマグロ司法官かつく、アルマグロ村で、ホアンデ・モンテネグロとエルビラグティエレスとの間に、私生児として生まれた。 アルマグロの両親は婚約していたが、正式な結婚の前に別れた。その時点でエルビラはすでに妊娠しており、親族により、密かに導かれ、1479年にアルマグロを産んだ。エルビラの親族は名誉のために生まれた子を、近隣のボラニョス村へと伴い、アルマグロは後に、サンチャロペスデルペラールの貢献のもと、カスティーリャ王国新カスティーリャ、 現在のカスティーリャラマンチャ州のアルデアデルレイに移った。アルマグロが4歳になった時、彼はヘルナングティエレスという叔父の貢献に置かれたが、虐待されたため、15歳の時に家を出た。新しい夫と同居していた母親の元に着いた、彼は叔父の仕打ちと今後の計画を母に伝え、パンと金銭を求めた。苦しんだ母は彼の求めに応えて、 私の愛する息子よ、私に構わず、旅立ちなさい。そして神よ、息子の冒険を助けさせたまえと言ったと伝えられている。アルマグロは、セビリアの指導者の一人であった、ルイス・デポランコの使用人となった。この間、アルマグロは、喧嘩により、同僚の使用人に重傷を負わせたまま逃亡。アルマグロは、投獄を避けるために、セビリアから逃れて、 アンダルシア州の放浪者となった。この頃、新大陸発見のニュースを知った、彼は、パナマ総督、ペドロアリアス・ダビラの艦隊に応募することを決めた。パナマに到着し、次第、彼は、ピサロに愛友情を培うことになる。アルマグロは、フェルナンド2世が、ペドロアリアス・デ・アビラの指揮下に送った、遠征隊により五百十四年六月三十日に、新世界に到着した。 遠征隊は、ピサロを含む多くの征服者予備軍が、すでに到着していた、パナマのサンタマリア・ラ・アンティグアデル・ダリエン氏に到着した。この時期のアルマグロの活動が詳細に語られる資料は、決して多くはないが、彼が1514年から1515 15年の間に、ダリエン氏を去った多くの船員たちに同伴していた、ことが知られており、最終的に、アルマグロは、 ダリエン氏に戻り家を建て、エンコミエンダを入手し農業から生計を建てた。アルマグロは1515 15年11月に最初の征服を引き受け、260人の兵士と共にダリエン氏を後にし、アクラ村ラを設立したが、病気のため、有志各社のガスパルで SP の座に任務を引き継がねば、ならなかった。SP ノザは、新しい遠征を引き受けると決め、 同年の12月にアルマグロとピサロを含む200人の兵士と共に出発した。この時ピサロは初めて船長となっている。この14ヶ月に及ぶ遠征の間にアルマグロ、ピザロ、そしてエルナンド・デルケは親友になった。また、この間にアルマグロは当時アクラを担当し、エスピノザ遠征以降の材料で船を製造し、ついに 南の海を発見したバスコヌーニエスでバルボアと友好関係を確立した。しかしながら、現在知られている資料では、アルマグロがバルボアの遠征に参加したという指摘は全くない。アルマグロは再度バルボアの船で航海することが、知られていたイスピーノザの遠征に参加して、パナマ湾で行われた侵略、建設、そして征服に参加した。 この遠征でのアルマグロの役割はエスピノザが運搬を指示した現地人のリストに対する承認であったことが知られているだけである。アルマグロはパナマに新たに設立された市に残って植民を助けた。4年間彼は新たな遠征に参加せず彼とピザロの所有物の管理に専念した。この間アルマグロにはアナマルチナスという名の現地人を母として長男ディエゴ 通称、エルモソが生まれている。ディエゴであるマグロ1524年、南米に向けた征服の協定が、アルマグロ、ピザロ、ルケの三社間で正式に締結された。8月初旬には、南方遥かな陸地を発見し、征服するために必要な許可を得た。アルマグロはパナマに残り、兵士を募集し、ピザロの指揮する遠征隊のための補給を担当した。 数回の南米への遠征の後、ピサロはペルーでの彼の足場を確固とし、インカによって保持された領土を探検した。彼は1532年、カハマルカの戦いで皇帝、アタワルパのインカ軍を破るのに成功した。ペルーがスペイン人の手に落ちた後しばらくは、ピサロとアルマグロは共に彼らの統治権を強化するために新都市の建設で一緒に働いた。 そのため、ピサロは彼らの管轄の一部として、統治権限があることを要求するため、アルマグロを、インカ帝国北部の都市キトに派遣した。彼らの仲間の征服者であった、セバスティアンデベラルカサルは、ピサロの同意のないまま先へ進んだが、インカ帝国キト守備隊、ルミニャウイ将軍によるキトの破壊を目撃した。インカ兵は、都市を燃やし、 スペイン人に発見できないような場所に金を埋めた。インカの金を求めた、ペドロデ・アルバラードのメキシコからの到着は、アルマグロとベラルカサルにとっての状況をさらに複雑に、した。しかしながら、アルバラードはピサロから金銭による賠償を受け、それと引き換えに、南米を去った。アルマグロとベラルカサルは、1534年8月、現地人の都市であった木と再建し、ピサロにちなんで、 サンフランシスコでキートと名付けた。4ヶ月後にはペリューのトリヒンヨシを建設したが、これもピサロの出生地にちなんだ命名であった。これらの出来事はピサロとアルマグロの友情の深さを物語っている。皇帝、アタワルパの財宝を分配した後、ピサロとアルマグロはクスコに向かい1533年に占領した。しかしアルマグロのピサロに対する友情は、 1526年には、衰えつつある兆しを見せ始めた。ピサロが、ペルーの征服自体とすべての征服者が、その制服によって受け取る賞に関する彼の認可権限を広げることを、スペインのカルロス一世に対し残った征服者の名の、元に要求し、トレド協定法を勝ち取ったからである。それより以前に征服者間では利益を当分する。 約束が存在していたにもかかわらず、スペイン王座に対処するとき、ピサロは自分自身のためのより大きい権限と権威を手に入れたのである。一方で、アルマグロは彼の訓功によって、1532年11月に王から天の称号と個人の紋章を与えられるなど重要な財産を得ていた者の,の主要な統治権は与えられず、ペルーがピサロに与えられたことに反発を強めていた。 アルマグロはこの時までにペルー征服によってすでに十分な富を得、クスコで豪奢な生活を送っていたが、彼にとって南方でさらなる陸地を征服するという見通しは非常に魅力的であった。クスコに関するピサロとの論争が激化し続けたことにより、アルマグロはペルー南方への新しい探検のために多くの時間と金を費やし500人の兵による隊を設立した。 アルマグロは王室に対する不平を言った後に王室と交渉し、スペイン王室は1534年までに日本の平行線により新植民地を分割することを決定した。すなわち、ヌエバカスティーリア及びヌエバトレドであり、それぞれ前者をピサロに後者をアルマグロに割り当て総督とした。王室は以前アルマグロをクスコ総督に選任していたが、アルマグロが 認知に向かっていたとき、この分割はなされた。これが、アルマグロが即座にクスコをめぐってのピサロとの争いに向かわずに、チリの富の発見のための新しい探検を始めると、即座に決めた理由であったかもしれない。この頃までに、スペイン人の黄金に対する欲望を見て取った、ペリューの現地人は、チリには黄金が豊富であり、いかなる努力も惜しむべきではないと、語った。 アルマグロは急ぎ彼の遠征を準備し、6ヶ月以内にリマトクスコで兵を募集した。兵の装備は彼の個人財産で兵器、道具、火薬、その他の必要な物資を購入し、整えられた。アルマグロは500人からなる兵力をまとめ、その多くが彼と共にペルーに集まった。また、補給物資を輸送するために100人のアフリカ人の 奴隷と約1万人の現地人の奴隷も合流させた。これら全ての費用は計150万カスティーリャペソを費やしたと見積もる意見もある。アルマグロはインカ帝国の高級官僚に依頼し、3人の信頼のおけるスペイン人の軍人ごとの行軍ルートを準備した。インカ官僚は最高位の新官庁であったビアクウムを提供した。 しかし、インカ側は、スペイン人の大軍をペルーから晒しめることを計画していたのであった。ピサロが新首都となったリーマに行き、アルマグロがチリ方面の探検に出ている間に、インカ軍により容易に武装反逆を開始し、クスコを脱回することができると考えたのである。新軍途上であったアルマグロは、配下の不安でサーベドラに百0 0人の男性と共に、30リーグ新軍を続け、 死役するため現地人を捕獲し十分な領職とともに小さな町を建設し残りの隊を待つように命令した。アルマグロは1535年7月3日50人の配下ととにクスコを後にしモイナに同月20日まで泊まった。その間ピサロの弟フアンピサロがインカ皇帝マンコカッパック2世を捕らえたことが事態をさらに複雑にした。 彼は、モイナを一旦後にすると、彼に合流すると決めた50人の配下と共に、インカ街道を行軍した。ボリビアの山脈を横断し、チチカカコの先に出た後、アルマグロはデサグアゲロ側の岸に到着し、最終的にトゥピサにキャンプ地を定めた。そこを出た後、遠征隊はチコアナに立ち寄り、次に南東に進路を変え、アンデス山脈を横断した。 遠征は困難を極め徹底的な努力を必要とすることが判明した。最も困難な局面はアンデス山脈の横断であった。標高約4000メートルでの寒さ、気が疲労はスペイン人と現地人、そして特にそのような厳しい気候に慣れていなかった奴隷の死をもたらした。生存者により後日詳細が語られたが数人の仲間が 止まって、休息し、ただ投資し、他の者はブーツを脱ぐとき自らのつま先が、ブーツに貼り付けられる様を恐怖と共に見ることとなった。この地点で、アルマグロはすべてが失敗であることを悟った。彼は、少数の一体に、先に進んで原住民に助けを求めるように命令した。幸運にも、この一体は、コピアポの谷を発見した。 そこはゴンサロ・カルボ・バリエントスという以前インカ皇帝の身の代金を盗んだ罪でピサロによりペルーから追放されたスペイン人が現地人とすでに友好関係を確立していた場所であった。アルマグロはコピアポガーの渓谷でチリの公式の領地を手に入れスペイン王の名においてそれを要求した。なお、この山脈横断は11代インカ皇帝。 ワイナカパックの息子パウリュトゥパックユパンキの援助によりなされたとする見解がある。アルマグロは即座にアコンカグア川の谷に向かって新領土での探検を開始し、彼は現地人に温かく迎えられた。しかしながら彼の通訳であったフェリピロ先住民族出身の陰謀により危うくアルマグロの努力は妨害されるところであった。フェリピロは以前ピサロが 皇帝アタワルパを処刑するのを手伝った人物であった。フェリピロは密かに、スペイン人を攻撃するよう地元の現地人に、促したが、彼らは驚くべきことに思いとどまり、その危険を信じなかった。次に、アルマグロは、ゴメスでアルバラードを70人の兵士と伴いに、牙で派遣し、探検を続けさせ、彼らが、スペイン人と敵対的な、 マプチ族との間のレーノーエレンの戦いによってヤムをエズ北に折り返した地点であるニューブレとイタタ川まで至った。アルマグロ自身による陸地の偵察とゴメスでアルバラードのネーモーなマプチ族との遭遇という悪いニュースは彼らの遭遇した厳しく寒い冬とともにすべてが失敗したと確認するのに役立っただけであった。 彼は、インカの石膏が彼に知らせた黄金や都市を発見できなかった上に、そこにあったのは、地方の部族からの激しい抵抗と農業により、生計を営む現地人の共同体だけであった。2年続いたヌエバトレドの領土の探検は完全な失敗の楽園をアルマグロに押した。にもかかわらず、はじめに彼が滞在し都市を建設したことは、 彼の名誉を満たすと考えた。アルマグロが土着パナマ人、アナ・マルチナスとの間に設けた息子をチリへ連れて、来るように導いた初期の楽天主義は色あせた。出発するという彼の部下の進言がなければ、アルマグロはおそらく永久にチリにいたのではないかと観測する向きもある。しかしながら、彼はペルーに帰還し、この時をもって、 彼の息子が遺産を強固にするために最終的にクスコ料を得ることを促された。時間の無駄と狼狽もなく、アルマグロは1536年9月に彼のペルーへの帰還計画を開始した。彼は現在のチリの領域内には都市を建設できなかった。チリの渓谷からのスペイン人の退出は強引であった。アルマグロは 配下の兵士が現地人の所有地から略奪し、それらの農地を荒廃させるままにすることを認めた。ただ一人のスペイン人も現地人のために、自らの労力を割かなかった。地元民は捕らえて拘束され、同情もなく、征服者の所有物をやむを得ず運んだ。処刑されるアルマグロを主に気候条件による水と食物の、 不足により悲惨な被害を受けた、アタカマ砂漠の横断の後、1537年に、アルマグロは、最終的に、ペルーのクスコに達した。チリ人について、ペルー人が使用するスペイン族語、ロトが最初に言及されたのは、アルマグロの失望した軍が、アタカマ砂漠の大規模で困難な行軍の末に衣服を、引き裂かれ、クスコに、徒歩で戻ったこの時からである、と言及した。 年代記作者もいる。ペルーに苦渋の帰還をした彼はクスコの富のうち自分の分け前を要求するつもりであった。その前年に皇帝マンコ、インカユエパンキは容易に王都を取り戻し聖なる谷でのスペインの影響力を弱めていた。皇帝の助力で兵を重募することを望んだアルマグロはスペイン政府を代表してマンコインカに対する特赦を申し出た。 マンコインカは、クスコ攻撃の最中に公式には、アルマグロと手を組まなかったが、ピサロのイボテエルナンド・ピサロの軍隊の大部分は、マンコインカを追跡し、アンデスを進み、アルマグロ派がクスコを占拠することを黙認した。エルナンド・ピサロ軍が戻った時、アルマグロの軍は、これを破り、エルナンドとゴンサロのピサロ兄弟を捕虜として連行した。クスコ占領の後に、 アルマグロは兄弟を解放するためピサロによって送られた軍隊に立ち向かった。アロンソでアルバラードに引きられたピサロ軍は1537年7月12日にアバンカイの戦いにおいて破られたが間もなくゴンサロピサロとアルバラードは刑務所から逃げた。この間にアルマグロはパウリトゥパックユパンキを傀儡皇帝として擁立している。ピサロとアルマグロのその後の交渉により アルマグロへのクスコの完全な統治、管理権と引き換えにエルナンドの解放が決定された。しかしピサロにはアルマグロのためにクスコを諦める意思は決してなかった。ただアルマグロ軍を破るために十分な程度まで自らの軍を強化する時間を稼ぎたかっただけであった。この間にアルマグロは病に伏しピサロと彼の兄弟は最終的に アルマグロ軍を破る機会を得た。エルナンドの弟、コンサロ・ピサロに率いられ、導かれた、ピサロ兄弟は1538年4月に、クスコ郊外のラッサリナスの戦いで、アルマグロを破り、彼を捕らえた。アルマグロは、エルナンドによって恥ずかしめられ、スペイン王に対する上告の要求を無視された。アルマグロはジョメオ、除名を交うたが、エルナンドは、以下のように応じた。 1538年7月8日、アルマグロは死刑を宣告され、監禁中に斬首された。彼の死体は、敗北者として、クスコの大広場にさらされた。忠実な使用人であったマルガリータが、クスコのラマーセット教会のもとに、彼を埋葬した。ディエゴデ・アルマグロ2世は、アルマグロの息子。母は、パナマのインディオの娘、エルモソとして知られている。 ピサロを剣にかけた暗殺者たちの見越しになった。ピサロは1541年6月26日に殺害されたが暗殺者たちは即座に彼を担いでペルー総督アルマグロ2世を宣言した。しかし新総督クリストバル・バカデカストロが着任すると1542年9月16日にクスコ郊外でチュパスの戦いに敗れ再起を図ったものの逮捕されて 同日に死の広場で斬首された。ありがとうございます。